はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。寒いです。はい、ではない、そう、すみません、手がない。今日はですね、あれ、今日はですね、小屋の床を前々回ですね、剥がしたんで、そこの掃除と、ちょっと天井まで今日は剥がしてみたいと思います。あとはですね、この辺の丸太ですね、これを、切り刻みます。今日、なんかお腹に入ってますね。はい、入ってますね。ちょっと暖かいですね。はい、子供たちも参加です。今日は子供たちも参加してます。はい。じゃあ、あれですね、寒いから早速作業にかかりましょう。はい、はい。じゃあ今日も一日頑張るぞ。おお、よし、こう、はい、thank you.
はい、じゃあ、美味しいものじゃんけんです。はい、イエーイ。はい、じゃんけんに負けた人に美味しい食べ物のプレゼントがあります。はい、イエーイ。なんだろう、負けた人です。負けた人。はい、じゃあ最初は何でいきますか。最初はグーで、ね、最初はグー。どうぞ。最初はグーじゃんけんぽい。おお、なんだこれ。幸せしたように綺麗に決まりましたね。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。ああ、勝っちゃった。勝っちゃったよ。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。おー、負けた。イエーイ。ありがとうございます。負け。おいしいもの、おいしいものなんでしょうか。おいしいもの。ごめん、おいしいはずなもの。あ、おいしいはずなもの。はず。おいしいはず。なんでしょうね。はず。これ楽しみですね、これは。いや、できれば男の人言ってもらいたかったんだけどな。ということで、なんか見てください、この形。おお。ホクホクといえば。なんだろう。ホクホクといえば栗。とか芋とかさつまいも。それ芋。芋。それ芋。カボ。カリ。カボ。カリ。カボ。カボちゃん。カボちゃん。カボちゃん。さっき。ああ。見ましたね。見ましたね。見ましたね。万博くんが。はい。じゃあちょっとカボちゃん。テーブル。テーブルの上に置いてもらって。あ、でもなんか美味しいんじゃないですか。チキンカボチャ。暑い。暑いから火傷に気をつけて。暑い。大丈夫。大丈夫。暑い。ハエが出てくる。行きたくないなっていう時はもちろんね、こう振って構わないからね。食べたくないなっていう時は。でも、あれ、あきおくん食べたそうに見てんだけど、なんでだろう。お、これちょっと、美味しそう。あ、これは。これ、いい。わあ、すごい。ほらほら。どうだろう。これです。近づいちゃう。自然のままだね。自然のままです。はい。種もあるもんね。これ綿もだから。あ、本当だ。なんか綿もそんな気にならないと思う。え、柔らかい。柔らかい。すごい、この。わあ、これは美味しそう。美味しいんじゃないですか。やっぱりね、最初に口にするのは男の人だろうね。あきおくん。あれ、勝っちゃったのにいいですか。あきおくん、とりあえず、どうか食べてからにした方がいいんじゃないかな。お伺いを。いいんですか、アマゾンですか。全然いいですよ。俺、勝っちゃったんだけど。食べたかったら全然。くどいんで早く食べてください。はい、どうぞ。これ、一番この、美味しそうなところを。いただきます。
はい、今日2回目の休憩です。で今日は誰でしたっけ、誰の一芸でしたっけ。あ、誰でしたっけ。忘れちゃったらじゃんけんしてね。あ、わかりました。じゃんけんで勝った人がやりましょう。みんなやりたいんだから。はい、はい、みんなやりたい、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。いやあ、なんかこの展開は予想してなかった。絶対秋代くんが絶対引くと思った。いつものでいいけど。いつものいつものいつものあれで。あれ、何ですか、いつもの一発芸。その何、しらばっくれてるとこも入ってんの。もあ、もう入ってます。入ってんですか。もう 入ってんの。入ってます、入ってます。一発芸、はい、ブン。ちょっとちょっと、はい、マリー予想予想超えてちょっと助けてください。カットじゃないでしょ、カットです。出て流れ楽しかったですね。本当に、なんか…ふーんは失敗してた、失敗してた。じゃあ、あの、ご褒美にですね、あの、オラちゃんがこの間言ってましたね。はい。かりんは生では食べれませんなんて言っちゃったんで、はい、シリーズ。じゃあ、焼いたらどうかということで。焼きかりんを検証してみまーす。はい、もう焼けてます。はい、じゃあ取り出してみてください。おお、いますね。皆さんお腹が空いてると思ったんで2つも焼いちゃいました。おお、かなり。はい、挟むの大変です。大きい。はい、あられるのか。一回下に置いた方がいい。そうですね、受け止めきれないかも。最近いろんなことが受け止めきれなくなっちゃいますね。本当に、ね、本当に毎回毎回いろいろあって。おお。なんかちょっともう現地の食べ物みたいな。硬いこれ。硬い。硬かった。あ、そうなんですね。じゃあちょっとカメラの方に近づけてみてください。すごいこれ。そう。そう。あちぇ。カメラの方に、はい、香りが、うわ、すごい、すごい、なんか香水みたいなカリンでーす。焼きカリンでーす。割り箸ありますけどね。香りがすごい。割り箸ですよ。かじっちゃっていいですよ。いいですか。熱っ。じゃあ、いきますか。はい、どうぞどうぞ。いいですか、お先に、はい。この柔らかそうなところ、この辺柔らかそうです。いただきます。あ、渋い。やっぱり渋いままなんですね。渋いね。あとずさん。そういう目で見ちゃった。あ、生では食べてないですね。生では食べてない。そうだ、そうだね。私たちだけが食べてます。ということで、うん、どうぞ。子供いたから。まずい。まずい。カリンは食べれません。以上です。カリンの匂い、あ、でも生よりも、あ、あれ食べた、食べて、生も食べてないって。すごい。私そういうの食べなくてもいいしって。あ、ちょっと食べちゃいけないものなんですね。そうっていうのを皆さんの顔を見て悟りまして。なるほど、はい。でもそんなに、でもね、こんだけ言って食べちゃうからすごいよね、カッパ様は。あ、さすが。そんなに
何もうほんとね、あ、そうです、ほんとこれで食べさせなかったら恨まれるよ。分かった、だって自分の場所ちゃんときれいに見てらっしゃいました。すいません、準備されて。そうでしたか。じゃあお言葉に甘えて、自然のこう北海道みたいな、あったかい、いった出します。え、ちょっと本当に怖い。渋くなくない、あれ美味しくない。あれ美味しい、なんかあの梅干しみたいな感じじゃない、なんか剥いたところ柔らかいところは美味しいです。皮が渋いな。あ、そうかもしれないよ。皮食べてないですよ。これ身の焼けてるところは美味しいですか、ここが。じゃあちょっとガブッといってみましょう。え、ガブッと、お願いします。じゃあ皮剥いてね、うんうん、びっくりしました。桃みたいで、うん、なんかあの結構その、うん、薄い、剥いてみたらそれ桃みたいな皮、いただきます。皮は渋い、美味しくなかったよ。すげー渋かった、渋かった、うん、皮食いました、うん、あ、うん、美味しい。あ、やっぱり、うん、あ、美味しい、好きですね、私。酸っぱい感じ、酸っぱいですね、うん、梅干し、あんずっていうか、あ、そうかも、の若い、うん、美味しいです。え、ほら、あんず？あんず、いや、これはカリンだと思います。でもそういう感じの酸味が美味しいです。すごい、ちょっと、すごい、なんでだろう、かわいって面白い、これなんかすごい、ね、顔から伝わって、柿です。あ、うん。そうですね。オープン。おお。香りもいい。すごい。すごいすごい。この。やけどね。すごい。はい。いいんですか、基本。どうですか、やっぱり。おお、いい匂い。なんだっけ、これはどこのじゃないの、北海道産の栗じゃがいもです。皮が栗じゃがいも、こんな栗じゃがいもでした。栗じゃがいも、栗みたいな、うん、これでじゃがいも、あ、ほんと、じゃあいただきます。早速いただきます。これはじゃがですか、じゃがバターですか。このまま酢で食べていた、今日は塩もバターも忘れてしまいましたので、いただきます。うまっ、うん、うん、ほんと栗みたいだね、食感、栗ですね、甘い、うん、甘くてホクホクです。うまい、美味しくいただいたのは東屋の、あ、北海道産の東屋っていうじゃがいもです。こちらも北海道産ですが、栗じゃがいもっていう
品種のようです。美味しいジャガイモですね。オラちゃんの包み方が良かったんじゃないの。まあそうですね、もう何回包んだことか、ね、いろんなものをいろんなもの、ま、意味深い旦那さんはそこ引っかかってるようですね。いろんなもの、ちょっと内緒でくるんだものもございますが、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、今日も一日お疲れさんでした。お疲れさまでした。寒いですね。はい、寒い。思ったよりか暖かくて良かったですね。はい、今日はですね、拾ったかぼちゃは焼いても食えないと勉強になりましたね。はい、かりんは焼いたら皮むくとカッパ様の大好物になったという。はい、ごちそうさまでした。よかったですね。はい、本題のじゃがいもはどうでしたか。じゃがいも美味しかったですか。美味しかったです。美味しかったです。栗じゃがいも、ごちそうさまです。美味しかったです。せっかく美味しいものをいただいたんで、ちょっと体で表現してみましょうか。はい、3、2、1。それで、さあ。すいません。いただきました。さあ、ありがとうございます。カッパ様、今日、いっぱい着込んでるみたいですけど。はい、え、着込んでますね。何着てたんですか今日。あんまり寒く見えなかったんですけど。あ、ちょっとミートテックをミートテックを自前で持ってますので、皆さんより薄着で。買えますか。買えますか。はい、まあちょっと切り売りはできないですけどよかったらお譲りいたします。ありがとうございます。予約します。商品開発も頑張ってください。はい、はい、頑張ります。明日はもっともっと寒くなる予報ですので、はい、今日はですね、丸太も切りました。やっと切りましたね。やっと切りました。はい、こっちはコッパー随分拾ったんですけどね、色が色だけにちょっとわからないですね。それと小屋ですね。小屋は今日はこれですね、掃除して天井落としてまた汚しましたね。また頑張りましょう。また明日も頑張ってくれるかな。いいとも。え、違った。違って。明日も頑張りましょう。いつもので。はいはい。明日も頑張りましょう。おお。帰るだけだよね。さあ、どうぞ。
チャンネル登録をお願いします。お願いします。